ったお姉さんたちももしかしたら運転できるんじゃないかって思ってもらうかもしれないですよね。まあ、そこはねやっぱレーシングカーかっこいいお兄さんたちに運転していただきましょう。さあ続いて第4問です。このレーシングマシンは普通自動車免許で運転することができる。このレーシングマシンは普通自動車免許で運転ができる、丸か×かは。大人の方の参戦です。こんにちは。こんにちは。はい、お名前お伺いできますか。高島です。高島さん、高島さんは FC 東京のファンの方は間違いないんですけれども、スーパー GT 見たことありますか。ないです。ないんですね。これはこの機会にもスーパー GT といえばエネオスサスティナ RCF という車が今回の車なんですけれども、ぜひこの機会に6号車の私たちエネオスを応援していただくという約束をここで結んでてくださいね。はい、ありがとうございます。さあそれではこのレーシングマシンなんですが、普通の自動車、公道とか走ってる普通免許の自動車で走ることができるかということなんですが、率直に丸か×どちらだと思いますか。ヒント、ダメです、ダメです。今ちょっとヒントを出すのやめましょう。ここは厳しくいきましょう。さあこれ意外と多分わからないと思うんですよ。でも丸か×二択なので、率直には純粋な意見を聞かせてもらっていいですか。丸。丸。さあここは会場の皆さんにちょっと尋ねてみましょうか。ちなみに会場の皆さんは普通免許自動車で運転できると思う丸の人手を挙げてください。丸の人。お、ちょっと少ないですね。じゃあ逆に普通免許自動車では運転できない×だと思う人。さあ皆さんの答えも出ました。オーディエンスってやつですか、いわゆる出ましたけど、ファイナルアンサーです。丸か×どっちでしょう。×。×正解は、ピンポンピンポン、正解です。おめでとうございます。高島さん、皆さんオーディエンスの皆さんのおかげで今正解導き出されましたからね、皆さんにもありがとうございます。いきましょう。ありがとうございます。じゃあまず第5問に進みましょう。第5問です。このレーシングマシンの最高スピードは時速200キロである。このマシンの最高スピードは時速200キロである、丸か×か。ありますか。見てます。はい、ちなみにどこのサーキットに見に行ったことありますか。富士スピードウェイ。あ、富士スピードウェイ。ついこの間ゴールデンウィークの時ですかね。はい、ゴールデンウィークに富士スピードウェイだったんですけども、その時はなんと9万人ものお客さんがですね実際に会場にいらしてて、その中で私たちのレクサスチームルマーエネオスは表彰台3位に立つことができたんですよ。ありがとうございます。今ですねシリーズポイントでも同ポイントで2位ということで、まだまだこの先のシリーズわからないんですけども、次のオートポリス戦今月末から始まりますので、ぜひ応援をよろしくお願いしたいと思います。はい、告知はこの辺にして実際のクイズに行きましょうね。すいませんね。さあこのレーシングマシンの最高スピードなんですが、時速200キロであるかどうか、丸か×どっちだと思いますか。×
発でいいんですか。あ、200キロ、200キロより速いですよね。ということは、そうです、200キロかどうか、丸か×かの200キロじゃないと思ったら×ですし、200キロしか出ないと思ったら丸です。さあ、×というお答えがいただきました。正解はということは、ドロッパがねすごい見つめてるんだけど、出会ったということはやっぱりエネオスのこともね好きになってくれますか。はい、大丈夫です。大丈夫です大丈夫ですという言葉いただきました。ありがとうございます。さあ、最後の質問です。このレーシングマシンが実際に使っているエンジンオイル、これはエネオスサスティナであるかどうか、丸かバツです。ちなみにエネオスサスティナって知ってますか。はい、あ、知ってるということは丸かバツかどちらでしょうか。丸。丸。さあ、正解はピポピポ。おめでとうございます。皆さん、最後のこの貴重なミニカーゲットしました。はい、もうエネオスサスティナをご存知だったということで、私たちもですね、会場などでアピールをするときに実際に使用されているのがエネオスサスティナなんですよということも紹介しています。今回ですね、使っているオイルというのが 5W40 というものを使用しています。向こうにですね、ちょうどあのオイル缶も展示してますので、どういったオイル使っているのかな、なんか見てもらったら嬉しいです。ありがとうございました。足元気をつけてご登壇ください。皆さん拍手でお送りください。皆さんすごい優しくて、あれですね、こう答えがわからなくても安心してね答えられる雰囲気で、すごいありがとうございました。はい、皆さん最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。以上でレクサスチームルマエネオス丸バツクイズの終了となります。ドロンパ君、そしてエネゴリ君、一緒に協力してくれてありがとうね。ありがとう。はい、そして司会は私たちエネオスガールズ渡辺純子と立花さなでした。最後までのご参加誠にありがとうございました。さあ、この後もですね、ぜひ皆さん後ろにある展示車両、お子様、小学生以下の方ですと乗車体験もできますので、この機会にぜひ触れ合ってみてください。その他にも写真撮影などもやってますので、ぜひぜひこちらもご参加いただきたいと思います。この後も引き続きどうぞお楽しみください。